塊大ビルがでいいんだろうね。うん、そうそう。いやもう、でもあれなんだ、ホテル好きにしては、やっぱそういうところでね、ゆっくりね、お酒飲めないけど、バーでね、飲んで、何かっこいい、あれがいるじゃないですか。ボーイさん。カクテル振ってるのがさ、あーバーテンさんみたいな。と、ゆっくりね、こうやって。カラン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 って、なんか電車の話とかする。いや、俺も。ジェイヨージェイクって。バカじゃない。バカじゃない。だってあいつはさ、うん、森の話ホテルの従業員は大して金もらってないでしょ、うん、普通の人だよね、うん、そしたらこいつらバカだよなって思うよね。思うと思う、ね、あ、思った思った。今なんで、こいつらバカだよ。あのセブンイレブンの店員あのそこのバカなんでさ、うん、だから前から言ってるけどさ、うん、こっちで温めますかって聞くんだよ、うん、こんな言い方しないよ、うん、焦りますか、うん、って、うん、大丈夫ですって言ったらさ、無視なの、うん、おかしくねって話なんだよ。聞いといて、あ、わかりました、ありがとうございますとかさ、うんうん、お箸何本入れますか、あ、お箸大丈夫です、あ、繰り返しました、わかりましたとかさ、うん、ありがとうございますとか言えばいいじゃない、うん、わかりますか、あ、大丈夫です、こんな空気になるわけだよ。こんな何なのこれ、これどうすんのこの間、なんかあれなんかバカなのあいつら。ちょもとの LINE のやり取りってそんな感じじゃない、まあまあそうだね。なんかね、投げてんだけど、なんかもうそれで終わって、話が終われば了解も分かったもなく、違う違う、終わりなんで自分なら納得するんだよ。あ、分かる、これだからね。じゃ、まあ、まあ、向こうも自分なら納得してんだよ。だって客じゃん、こっちは。お客さんが来てさ、向こうは温めますか、温めませんで終わってんだよ。じゃあこっちがありがとうじゃないんだよ。温めますか、温めません、終わり。違う、で俺はもう怒ったの、うん、でそこの銀の皿の社長もね、うん、いつも怒ってんだよ、ね、そこのセブンイレブンの態度悪いんです。だから俺は怒ったんだよ、こっちやったんだよ。何、温めますかって言われるから無視したの、うん、温めるの、うん、温めたらバカかって、あっためんじゃんね、何回も来てるよねって、うん、俺風呂入ってから飯食うからあっためねえんだよ俺は、わかります、あっためてくれた、あっためんじゃねえって、だ知ってんだよ俺の顔、うん、もう多分ね、うん、多分知ってんじゃない、だから毎日言ってんだから、うん、あっためんじゃねえって言ってんのに、何回もその前があんのに無視した時だけあっためんですよ、うん、どんだけ気利くんだよと思ってさ、バカよ。で、お箸入れねえ。おかしくね、おかしいでしょ。だって、その温めたらどうやって食うんだよ、じゃあ。違う、もう、じゃあ、いって、何だっけ、名前忘れてた。あの、イビクロ女？違う、あれやめたよ、きっと、もう。あ、そう、今は、ばっかしの女、今は、牧獣で女に。違う、今は派手なババアとうちのスタンドでは派手なババア行きます、派手なババアとスンタラスの入ってるワニ屋のあんちゃんと、あとこあハゲはハゲと、うん、あのハゲはまだ、はい、ハゲはまだ優しいんだけど、ハゲ店長デブ、あデブいいんだよ、店長は違う、店長女、あ女だ、デブがいいんだよ、デブは俺買い物してるでしょ、うん、こうやって後ろの棚に座って待ってるんですよ。そんなバカいねえじゃん。取り掛かってね。取り掛かってね。なんなんだろうあれね。セブンイレブンでさ、お客さんとうっつって上半身で盛り上がってる。うっつって。だって銀の皿の社長は行ったら奥から出てこないんだって。うん、でぐるーっとこう雑誌見て酒取って、うん、酒取ってこうやってカップラーメン見ておかず。おつまみ買ってレジに行くと向こうからバーって来るんだって、うん、だけど来ない時があって、うん、じゃあで後藤さん待ってたらダダダダって来たんだけど何にも言わないんだって、うん、で頭来たからって来てレジ行くふりして戻ったんだって、うん、そしたらなんかすげえなんだよって顔されるんだって、うん、そんなのないよね、おかしくない、もうダメ、あの夜中のセブンイレブンとかほんと使えねえ、セブンイレブンね、何がサービス業やった方がいいよね、そんなに偉いのかあいつら、なんか昼間なんかやってんのかあいつら、時給750円でバカしてんだよあれ、ほんとに時給750円でほんと嫌いなと思って、時給750円だからね、
時給5000円ぐらい渡せばすげえ接客するんじゃねえの。俺ゴールド買っちゃった、ゴールドもらったっつってやってバーン。じゃあいつらダブルクラウンアンバサダーなんじゃねえの。まあやめろよ、それやってる人いるんだから。いいんだから、まあ、いい。いや、あのね、でもね、ちょっとこう楽しめばいいじゃない。ないの、そういうのも。何を。会話もさ、ちょっと可愛い子もさ、とやるでしょ。やるね。レシートと一番挟むでしょ。やめればよくねえもん。でも手下添えてくれる店もあるよ。あ、そういうのはいい。牛丼屋、牛丼屋とかはいい。手下から持ってくれるんだよね。こうやってね。持って、手をじゃあ持つの、触んの。触んじゃねえよってなるでしょ。だ、俺の手をこう持ってこう、好きになっちゃうよ。好きになっちゃうよ。玉さんに論で言うと、それやったってことでしょ。そうだよ、もうやったってこと。もう手間はしたってこと。つながってっからね、言っとくけど。しねえねえよ。支配したもん。最近ね。何にもやる気ないんですって。本当に何にも本当にやる気ないから、なんかいろいろ調べたらしいよ。おなきにしたらまやる気出るって言われていて、おなきんがいいらしい。うん、もう本当。おなきですか今。亜鉛を貯める。パンパンになるまで。パンパンな。でマカロン。この間初めてマカドリンクを飲んだ。おだきんしながらマカドリンクを飲んだんですよ。辛い日でしょ。辛い日でしょ。拷問だよね。電車の中でなんかそわそわくっかんねん。タイミングを見ながらあれ、ほんとだよ。マジで？ほんと、あの、マカ飲んで、こう、あの、帰りとか電車乗って、じゃあ、昼休みにマカ飲んで。ちょっとバックの中にありそうですよ、マカドリンクが。後輩にあげようと思ったマカドリンクがね。あの後輩のお見舞いに行ったんですよ。ちょっと入院してる子がいて、でそれでエロ本と、しかも持ってったエロ本がみそじ、よそじ、いそじのなんか漫画なんですよ。しかもであのみそじ、よそじ、いそじだけでもマニアックなのに、それで漫画っつうのがいいでしょ。それプラスマカドリンク2本つうの持ってったんですけど、ちょうどその持ってったタイミングが悪く、母ちゃんがいたんですよ。あ、部屋の入り方が、コンコン、お注射ですよ。部屋に、最悪、コンコン、お注射の時間ですよって入ったら、さっさっさって言ったら、えっ、ったら、母ちゃんいいですよ。あっ、こんにちは。はじめまして、いつもお世話になっております。エロ本出せなくなっちゃう。しかもそいつね、今からね、手術行くっつんで、体になんかいろんな管つけて、今手術の時でなんか自分でさ、バッテリーみたいなの持ってあるんですよね。なんかあの呼吸器みたいなのがあんじゃん、ペースメーカーみたいなみたいなのつけて、なんか持って歩いてたら、今から手術行くって体に管つけて、そんな母ちゃんがなんかある時にそのさ、お注射ですよ。はい、もうここで俺エロ本出したら終わんなと思うんですよ。出せなかったエロ本とあのマカドリンクがバッグの中に入れっぱなしになってみそじ、よそじ、いそじのやつはまだある。今度持ってくる。その雑誌で漫画があるんですけど、でそのマカドリンクを飲んだんですよ。あれ犯罪痴漢やる人の気持ちは分かるね。オダキンのマカドリンクそわそわするわ。あれでも2ちゃんでね、はい、女子の何率がね、70% 超えてるんですよ、やっぱり。だから、ホットドッグは9割超えてたっつうの。だからね、もう嘘ついてるわけでしょ。地獄行くじゃん。地獄行くだって、今まで多分3、40人聞いてると思うの、1人だけだよ。
オナニーしようって言った女あ大好きって言ったら一人だけだよしないと寝れないそんな言うそうだそんな得なこと酒好きじゃん酒大好き酒飲んだけしたくなるのあいつバカだよだから俺は帰ってなんかあなんか好きになったもんねオナニー大好き、まあ、そう言われるとね言われるとね、一人だけ、過去に一人だよ。だから、ね、10% もいないわけでしょ。5、6% だったわけでしょ。だから40人聞いてさ、聞いたらだから2人、2.5% ってことでしょ。そうだね。うん、そうだね。負けないよね。負けないよ、こっちだって。さあ、で、みんな、あの、匿名のアンケートとかしますみたいなのを考えるでしょ。そう。匿名でいいから教えろって。そうだよね。だから、セブン、あ、やめた。セブンイレブンって聞くの？何しまって。いや、ババミカつくから、派手なババ。絶対だ。だから今度、あれだよ、会社の人とかに冗談で、ホワイトデーとかに、あの、ハバネロの塗った、3日間ハバネロにつけた、あの、ピンクローターを出せばいいですよ。で、次の日、内畑かどうか見ればいいですよ。キャン言ってるね。キャン。で、次の日、内畑だったら、そいつ、オナニーしてますからね。あげたらいいじゃん。え？あげたらいいじゃん。だからね、あのそれで調べればいいんですよ。ああ、ね。聞きづれえな。聞きづれえな。俺もそう思うな、聞きづれえな。まあ、先週ね、うん、あの、婚活パーティーやったんで、一緒に休んだんですけど、まあ、鴨野さんの、 あの司会が、あの、お上手で、はい、お上手だったんだけど、すげえ酔っ払って気持ちよかった。酔っ払ってましたね。でもやっぱり、カモンさんってあの有名な方なんですかとか言われて、意外だからやっぱそう司会業とかねやってる人なのかなと思ったんじゃないね。やっぱりブログに書いてあってね、うん、いやでも盛り上がってカモンさん上手いね。それでね、うん、カモンさんはね、うん、ハイボール2杯ぐらいまでがちょうどいいよ。練習を食べたもん。もうちょっとあの、ね、ね、わけのわかんないことまでも言い出す。そう、3杯目からなんか気持ちよくなっちゃうね。すごいね、うん、たまにギターあったら歌ってたよ。じゃあ私は私。いや、マジ。いや、でも上手でしたよ。まあ、再来月もう一回やれたら。またやるんですか。やれたらいいな。まあ、こんなひな祭りかな。あ、セックス。セックス。何じゃない。いや、桜、出会いの季節だからね。まあ、いいですね。今度はね、出会いの季節だっつって、やれたらいいなと思って。じゃあ、来れればね。来れれば。これで条件があるんですけど。これで条件が大丈夫ですか。大丈夫ですか。それクリアされますよ。それクリアされれば満場一致の大丈夫です。あ、遅くからですけど。この番組を見てる人はさ、はい、暇なんでしょ。暇だね。来たらいいじゃんね。そうなんだよ。この時間で。この番組を見て来たって言ってくれた人は必ずカップルにさせる。ああいいっすね。あのいい席用意する。あの番組を見た。見たって言ってもう一個ない。あとバッグ買ってくれたら。バッグを買ってくれたら、必ず、だってこれちょっとうまくない？そんなことない？かわいいよね。これじゃあ切ったのこの文字はどうしたの？これは、俺がカッティングし、あの、段ボール切って、スプレーしたんだ。こういう細かいことやるんだ。意外となんか大雑把なことしかやれないのかと思った。5個だね。え？ 5 個。5個しかできない。5個しかできない。なんで？開けるから。いろいろやるんだけど、すぐ飽きる。これ何普通のスプレーなのこれ？これは布用スプレーなの。ああそうだよね。染みてないなと思って。なるほど。でもこれ O が難しいんですよ。こういうのをやるね人はこの O のこの O とか A のこのあれとかが、これ両面テープをそのなんていうんですか、紙のね後ろにちっちゃいのを貼ってね。こう一個一個つけるんですよ。でピンセットで剥がすと綺麗に取れるんですけど、その紙がね、前使った両面テープの紙を普通の紙だと思って俺はそれを切ってたんですよ。こういう意味が分かる。言ってる意味が分かります。両面テープの剥がした白いツルツルになるでしょ。あれをこう切ってたんですよ。ああはいはいはい。切って普通の紙だと思ってたんですよ。ここに A のところに貼ってたんですよ。こういうふうに切ってね、で両面テープ後ろ側に貼るじゃん、そしたらねくっつかないんですよ。ああ。くっつくわけないよね。両面テープの剥がす紙だからね。くっつかないようにして。
これすげえ発見したと思って俺、うん、両面テープにもスプレーするとくっつかないんだってことを気が付いたんですよ。間違った情報だけどね、これ表面にスプレーがかかると後ろの両面テープは溶けるんだと思ったんです。ああ、危ない。だからね、揮発で、そうそう、だからね、両面テープ剥がしはやっぱスプレーだなと思ったんです。クリアでも拭けば両面テープ剥がれるんだと思ったんですよ。はい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 。ただよーく見たらその両面テープの紙だからくっつかせないなと思って、はい、ウィキペディアで調べるまでもなかったなっていう話が。じゃあ調べたら違うとこ行きますからね。ボーイング行きますよ。はい、まあこんな感じで、はい、来週は、来週いんの、来週は何日でしたっけ、来週います。この番組もさ、はい、長いことやってんじゃん、はいはい、これ一向に進歩しないじゃない、はい、どうしたらいいんですかね。なんかやればいいです。あっ、あったがって、あった俺、はい、この間ね、YouTube でね、うん、コーラの500本やつをね、飲んでるバカがいたんですよ、はいはい、我が家あんちゃん、はい、俺はね、あの昔その高校の時のイベントで優勝したんですよ、学校のイベントで優勝したんですよと言ってって、はいはい、そうやって飲んで途中で入ってるのね、うん、で結果、うわぁタイム取れてなかったとか言ってるのね、うん、なんなの、こっちでも勝てるわ俺。そうだよ、こっちでも勝てるよ俺マジで。ただ、俺は今、コーラやめてるから、勝負できないから、うん、来週ね、カモンさんがね、YouTube 上げるの得意だからね、あ、はいはい、俺がね、はい、マクドナルドの普通のハンバーガーの早食いを YouTube に上げるから、かかってこいってやるから。アクセス増えるよ、したら。あ、どうですか、それ。多分、早いよ、俺。俺、ガリガリ君やる。いいよ。あ、あれがあるよ、コーン味。あ、コーンポタージュ味があるから。いや、どうですかそれ、面白い、環境悪化な、明確していくふうに。マスクかぶればいいんじゃない、マスク持ってる、うん、そしたらマスク持ってたっけ、カモンさん、マスク、マスク持ってた、あ、なんか目出し帽、いや目出し帽じゃ、目出し帽じゃ、それでいいじゃねえか、出てないっすよ。いや、なんか買ってくるわ、ね、とりあえず、うん、その YouTube に上げて別に顔映ったっていい、あれさ、どうなの、あの、1個の1個だ、あれは違うんです、フードファイターはいっぱい食えるんですよ、うん、何十個もね、ホットドッグ何十個も食える、うん、俺は食えないんじゃない、そんなに、うん、だからスピードか、1個のスピード、じゃあ企画はそのマクドナルドのハンバーガーっていう、ハンバーガーを早食い、了解で YouTube に上げてもらって勝てるやつはかかってこい、ああ面白くない、多分ね、いろんなもん食ってきたけど、うん、俺11秒ぐらいだと思うんだよ。多分11秒早いの、早いっしょ、1個だよハンバーガー、口に入れて飲み込むまで、うん、飲み物なし、それはそうだ、それは自由、飲み物あったら早そうだよね、流し込んじゃう、11秒だよ、噛まないで流せる人いそうじゃない、半分に割って水で飲んじゃうとか、いやいや、やってみてもいいけど、何でもいいよ、じゃああのハンバーガーはとりあえず1個口の中喉から通す、あったかい方がいいみたいね、ハンバーガーね、冷たいよりね、冷たいより、ね、柔らかく感じてるから、ね、うん、そうかな、早いと思うんだよ、マッハだと思うんだよな、どうかな、ちょっとやってみましょう、日本屈指だよ、だからそれでさ、ギネスとか乗ったらすごいよね、俺ギネス、ギネス、ギネス、ちなみに何秒なのとかね、調べた方がいいんじゃない、でもあれ数だからね、ホットドッグ早食いとかはないの、大食いじゃなくて早食い、ハンバーガー早食いは、1個だったら負けない、じゃあハンバーガー早食いとかだと1分で何個とか出たの、ああそうだよね、時間ないんだ、ちょっと調べてやるわ、じゃあでも勝てねえな、何個は1個じゃ、そうだ、1個じゃねえよね、うん、1分で1分、あのポットロック早食いがそうじゃん、いやいいよ、非公式でいいよ、1分間で50何本とかでしょ、非公式でいいよ、1個の早食いにしよう、絶対負けないから俺マジで、そろそろストップウォッチ持ってね、そろそろ勝負、あの俺がね、この唇が、俺のこの唇が世界2位とかね、言ってっけど、信用してないでしょ、いや、そろそろハンバーガーで証明するわ。ホットドッグないね。あの人、ホットドッグはなんかあるじゃん、世界一とかあの人ね、日本で。だから、企画によって違っちゃうから、そうだね、マックだと、マックだよね、あそっか、全国統一になるからね。じゃあ、来週やろう。来週やろう。もしね、買ってきて、マック。これだけでいいか。まあ、というわけで、はい、来週お楽しみに、はい、次回予告はマクドナルドでございます、はい、バイバイ、バイバイ。
仕事が大好きだ。Let's go!